1.9% です。はい、はい、今日あのチェメロちゃんはなんかお友達を連れてきたんです。連れてきたんです、こちらの方です。で、誰ですか？どうぞ。こんにちは、マツメロです。マツメロ、私の古くからの知り合いです。強めのと声がキューだね。声のキューが全然違う。マツメロです。サンリオじゃない声ですよね。サンリオじゃない。サンリオ。どこでお知り合いになったんですか、松メロさん、強メロちゃんと。あの出会ったのはあれ、どこだったっけ、はい、中野の。そうね。お菓子屋の。お菓子屋。そう。なんかあのピューロランドに行った帰りに会って。ピューロランドに。そう。ピューロランドに行くの。あ。いやピューランドいるんじゃないんだ、住んでるんじゃないんだ。あ、いい、その時はね、松メロちゃんがね、あーって言った時はもう聞いてない時だから。ほらほら、もう聞いてないよ。お腹減っちゃった。いや出会いの話。まただ松メロ、まただ。お腹すいた。何が好きなんですか、食べ物。綿菓子。あ、綿菓子ね。綿菓子が好きなんだ。なんでちょっと寄るんですか、ちゃんとそこは。好きな食べ物。綿菓子が好き。ちっちゃい20円のやつが好きなの。駄菓子のやつですか。少年の。そう。嫌いな食べ物は何ですか。なんか苦いものがダメなの。松メロは。ざっくりしてね。苦いものがダメで。ピーマンとかってこと。ピーマン。ゴーヤとか。ゴーヤも食べられない。松メロは。昨日食べてたけどね。いや何がおもろい。何がおもろい。何にもおもろないよ。音楽とか聞くの。聞く。何聞く。オルゴール。アーティストじゃなくてオルゴール。オルゴールでも曲あるでしょ。でオルゴールのやつ、そう、あの小さな世界とか。あ、そう。あ、今が好きね。あの人としてとかね、人として。人として。オルゴールで人として。あるの。武田鉄矢の人として。海援隊の送る言葉じゃなくて、松メロは人としての方聞きます。金八先生の方。パーティオルゴールあります。それ、そんなオルゴール聞いたことない。あんまり聞いたことない。オルゴール。あ、そうなんだ。松メロ車何乗ってるんだったっけ。車、うん、あのマンカーゴ。マンカーゴ。マンカーゴ。ファンカーゴ。あ、ケじゃない、ケじゃない、ファンカーゴ。ファンカーゴ。そう、ファンカーゴで今ないんじゃないの。ずっと乗ってるの。もう廃盤になってる。だから大変。車買い替えた方がいいじゃん。強めのちゃん、ちなみにあのピンクのクラウンなんですよ。あのテリー伊藤さんと乗ってるの。まだな。ピンクのクラウン乗ってた。そうなんだ。めちゃくちゃ長いやつ。あれ確かにいいな。松目のちゃんもね、車買い替えたんですか。今でもファンカーゴだから。ファンカーゴだいぶもう年式いってるでしょ。もう走ってるけど。何万キロぐらい走ってる。何万キロ。千万キロ。いや、千万キロかもう言わない。千万キロ。千万キロも走れないよ、車。千万キロ。千万キロ。だんだん松メロちゃんがしんどくなってきた。あっちがやっちゃったな。お腹減ったってことは何もないということで。ゴーヤください。ゴーヤください。やだやだ、ゴーヤは食べられないって言ったじゃん。何をはしゃいでらっしゃるんですか。お天気いきます。かわいいね。さあ、お天気です。関東地方この時間も爽やかな秋晴れとなっています。午後2時までの最高気温は東京都心で 23.2 度でした。過ごしやすい陽気です。この後も天気の崩れはなさそうです。この週末土曜日と日曜日は雲が多いんですが、晴れ間もありそうで行楽日和になりそうです。中川家ザラ少将、この後もチョコレートプラネットさん登場です。3時30分までお付き合いください。はい、引き続きね、チョコプラのお二人でございますけどもね、お願いします。帰りましたね、松村ちゃんが。松村ちゃん帰りましたか。帰りました。帰りました。なんかお腹空いたって書いて言うてましたけどね。お腹空いた、何ブルーやね、お腹空いた。分かんないね。そうなんですよね。メール来てますんでいいですか、ちょっと紹介して。この方、サンチョさん。
松尾さんは、はい、うっちゃんなんちゃんさんが一番好きと公言しておりますが、はい、なぜ吉本興業に入ったのですか。もうそれは確かに、うん、確かにそうですね。これもマジあの雲南さんが好きでっていう、はい、そうですね、うん、あのあんまりそのなんか、うん、どこの事務所に誰がいるとかそういうのがあんまり分かんないまま NSC に入っちゃったんです僕。あ、そうなんや。なんかだから僕、うん、ネタとかいう言葉自体も知らなかったんです。え、本当に一人で入ったの。一人で入りました。あら、それで、うん、あ、ネタっていう、あ、コントとか漫才のことを総称してネタって言うんだっていう。あ、そこまで知らない。そんなだったんですよ。だから NSC も一番安かったんですよ。他の事務所も調べたんですよ。うん、人力車とかも調べて、うん、吉本が40万円で、だったんで、それで入ったっていう。入ったんや。全くだ、何も考えてないで。でもそれお笑いにはなりたいと思ってたよね。そうですね。だそれまでのその予備知識として、うん、その素人の時にはそんなちゃんとは見てなかったってこと。はい、そのだテレビが好きだった。ざっくりなんですけど、そのネタとかも見てましたけど、それをなんだろう、コント漫才っていうのを見てたけど、それをネタっていう言葉は全然全く知らなくて。はい、別にそれを見て分析したりとか、うん、はい、うん、他のコンビと見比べて、これどうのこうのっていうのはなかったんや。全くないです。ああ、そうなんやね。ねえ、ほんまに。そうです。箱根にはそういうあれがなかった。なるほど。しょうがなかった。箱根にも。でも箱根出身ってみんな、はい、ええー、ってこう言われるでしょ。はい。はい、どんな生活を送ってるか。いや、そうですね。だから、箱根って別に人が住むとこじゃない。住んでない。いまだに住んでんだ、いっぱい。いや、ね、もう普通に温泉旅館とか。いや、そうですね。だから、本当に、小学校の頃から、うん、あの、バス通学で、あの、わ、うん、かりやすく言うと、箱根駅伝の5区が地元なんで。5区、5区、6区。わからんな、これでわからん。5区ですよ。5区、最後のあの、すごい。山登り、山の神が、うん、あの、走るとこです。登りんとこですか。一番きついとこ。一番きついとこです。ああ、うん。あそこら辺が地元なんですよ。箱根登山鉄道って言ったらどこの駅なの。一番近かったのは小涌谷って駅なんですけど、あれも、小涌谷、小涌谷が一番、あの、近かったんですけど、うん、でも、僕んちはその、電車の駅から離れてるんで、全然、うん。だからバスで通ってたりしたんで、小学校も。はあ。はい。小学校はどこにあったの。小学校は宮の下ですね、一番近い。宮の下。はい。こんな分かってくる人あんまいないですよ、ね。いや、宮の下なんてもうほとんど温泉行く人の目印やん。いや、だから小学校も温泉なんですよ。え、だから、むぎちゃん、ちょっと、いや、小学校温泉なんか、はい。温泉小学校っていう小学校です。そや。いや、ほんと、マジです。あ、その名前の。そうです。授業にお風呂っていう授業があったんですよ。本当ですって。マジで。いや、これ本当なんですって。これは本当です。これは本当なんです。お前なんこれ。それこそあの登山電車の横、もう本当真横のところ通る、うん、ところが小学校で。温泉小学校っていう小学校で。はい、温泉ついたの。温泉ついてました。近くの横に、源泉かけ流しの温泉があったんですよ。それ旅館の話してる。違う、小学校の話ですよ。嘘です。本当ですって。これ本当、本当らしいです。本当に。僕もそのロケで一回行きましたよ。うんうん、本当にこう小学校があって、うん、なんか、その、脇道があるんですよ。で、そのところ、横に階段があって、その、うん、階段下っていったら、うん、普通の温泉旅館についてるんですよ。本当に。岩でもう組んである。ちゃんとした。温泉が、まあ、今はもう廃校になってない。ああ、そうなんや。そうなんや。そう。はい、で、机の引き出しのところからも温泉がザーって出てこねえ。2時間目で岩ったりしちゃう。あ、そうそう、それ出て。岩ったりしちゃうから。本当ですもん。何をすんの温泉の授業。裸の付き合いを学ぶんですよ。そうや、ね、本当に。本当ですよ、そんな。本当にそうなんですよ。みんなで入って、じゃあ最初に入る前に体流して、背中こうみんなでやって、じゃあみんなで入りましょうって温まったら上がるっていう。本当。それが授業なの。授業ですよ。それは遠いとこから来た人がやる授業じゃん。違うんですよ。地元の人がやる。毎週ありました。週一回、必ず。それも男子女子別れて、離れて、別れて。3年生ぐらいまで一緒なんですよ。で、そっからやっぱ、あの、いろいろと変化があったりとかあるんで、うんうん、前半は女子、後半は男子みたいな。あ、で、授業やんの、はい、はい。で、入ったりとかしました。シャオンスオンみたいな。いや、マジです、本当に。時間割が。大体体育の後でしたけど。汗流せる。はい。
本当です、本当にそうなんですね。その温泉の授業の時って、どういうテンションなの？例えば、あ、嫌やな、次算数とか。そうですよね、なんか。あ、社会やったらちょっと楽しみやな。温泉のやつが、しんどいなとか。どんなテンションなの？温泉の授業。うわ、だから温泉の授業だなっていうテンション。本当に。でもないです。だからもう、感情がないです、俺らには。ないな。ないです、ない、そういうの。石鹸持って行ってっていう。普通にそのランドセルのあのペロンってめくったところに時間割り書いて、オンって書いてたら。書いてあるんですよ。ああ、タオルと石鹸みたいな。あ、そうそうそう。あ、もう、だから明日を、だからさ、次の前の日とかに明日温泉、お風呂の授業あるからちゃんと忘れないようにって言われて。で、みんな持っていくんですよ。すごいな。はい。まあ、聞かん話やな、これ。忘れないようにって何にもいらんはずですけどね。そんな温泉な。いや、だから石鹸とかタオルは自分で持ってかなきゃいけない。石鹸以外入れとかへんの、その学校。いやいや、それだって、濡れたりして家であれしなきゃいけないから。そう、置いとくとかはない。授業にするのは。石鹸で洗わないかんか、それ。いやいや、やっぱりちゃんとそれは体きれいにして入りましょうっていう。疲るだけでやらないでも。そうなんですね。いやいや、そういうことじゃないです。ちゃんと。松尾くんと、長田くんが NSC で出会うと。出会うねんな、そうですよ。長田くんなんか京都やからね。あ、そう、僕京都です。こっち来てるからね。あ、東京に。そのまま東京に。NSC。そうなんだ。でも僕も、その、お笑い芸人にめちゃくちゃなりたいって感じじゃなかったの。もう、京都出たかったんですよ。ちなみに京都はどの辺やったの？京都上京区です。うん、上、もう市内ですよ。はい、市内ですよ。へぇー。でも東京にもう一回出たろうと思って、出てきて何しようかなと思って、まあちょっとお笑い、まあ好きやったんでやってみようかぐらいな感じだった。うん、あ、そんな感じだった。そうなんです。だから別にお笑い天下取ったろみたいな感じではなかったですね。本当に、もう、気安、なんかこう、気休めっていうか、普通に間が差した感じで始めたっていう。なんとなく、はいはい。でもその京都におんのが嫌やったんや。そうです。もう何が嫌やったん？いや、もうなんか狭いし、なんか、狭いし、なんかもう同じ道ばっかりなんかもう十字路、もう、十字路十字路でもうほんと同じばっかりなの思って、こんなとこっても何もならへんわと思って、なんか飽きてきたなと思って、もう寺しかないし、もうええわと思って。大阪すっ飛ばしても、そうですね、もう大阪はね、あんまりなんかちょっとゴミゴミしてるなっていう感じで、ちょっとね、あれだった。しかも別によく行ってましたし、まあ別にあんまりこう鮮度ないなと思って、新鮮味ないし、ほんなら東京ってな、そう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 、いやすごいな、関西の人探す気もなかったんや、別に NSC 入って、そんなんはどう、それもどうでもよかったよ、ああそうですね、相方探すのに松尾と出会って、そうですね、何が惹かれ合ったの2人は、いやでも結構残りもんでした僕ら。おぉ。くんだんももう遅かったんで。まあだから4月に卒業ですけど、もうくんだんがその1月とかです。はぁ、そう。だからもう半年以上はもう、お互い別々のコンビとかでやってて、別々で、はい、ピンで。結構こいつはピンでやってたんですけど。一人でやってて、そしたら同期のシソンヌがいるんですけど、シソンヌの二人に同じ日に別々に長田くんと組めばって言われたんですよ。昼間に二郎くんに、長田くんと組めばって言われて、夜に長谷川の方に、長田くんいいんじゃないみたいな言われて、それとか、ああ、なんかいいかなと思って誘ってって。それで誘われた時、長田は。で、うわ、こいつかと思って。もう1月やし。で、一回断ってるんですよ。おー。はい。いや、もうちょっと見た目のやつ。今でこちょっと、ふっくらしてますけど、もっと痩せてたんですよ。ガリガリで。ほんで、眉毛も剃って、頭もゴリンで。マジでやばいやつだと思ってたんで。まあ、面白いっていうのを認めてたんですけど、見た目が良くないなと思って、もうちょっとええやつ。